おはようございます。こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで、今回は、ハリー・ポッター・ホグワーツ・レガシー実況プレイしていきたいと思います。まあね、普段サッカーゲームばっかりなんです壮け大だっど、たたまにはな。ね、魔法使いになりたいなただのと蜘蛛の巣と埃、いうことでですね、心配することないよ。なんかこの今、ペラペラくっちゃべっている白髪のアジア人が私です。はい。今日はですね、世界を闇に陥れる偉大な魔法使いになるべく修行を積むこの私こと白い豆腐くんがですね、白い豆腐くんがね、頑張っていく話をね、皆さんにシェアしていけたらなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければということで、早速レッツ冒険。ああ、これでようやく出発できそうだな。できればもう少し魔法を教えておきたかったが、教えた呪文は練習していたかね？もちろんです。おお、お下がりの杖にこれほど早くなれるとは夢にも思わなかった。自分の杖を持つのが楽しみだな。ありがとうございます。入学前から手ほどきしていただいて。エリエザー、ジョージ、ずいぶん分かりにくい説明だったと思うが、よく見つけられたな。どうってことない、姿現しで一瞬だ。とはいえ、1回目は目算を間違えたらしくてな。ウエストエンドの劇場に通う人々を怖がらせたかも。久しぶりだな。袋が届いた時、私はエリエザー、場所を変えて話さないか。そうだな、ホグワーツに向かいながら話そう。これから新学期の宴会と組み分けの儀式があるんだ。いい考えだ。君の連れさえよければ、ぜひご一緒したい。問題ないです。乗りたまえ。ホグワーツは久しぶりだ。懐かしき岩のお城は今どうなっているかな。なんかちょっと不穏なね、感じだけど、めちゃめちゃ綺麗だね、画質やばい。いや、めちゃめちゃワクワクしてきました。早速ね、ホグワーツに向かってなんか組分けをね、するとのことですので、主人公はね、途中から編入するみたいなので、ちょっとね、この編入のタイミングでどの組分け、どの組になるかもね、なんか質問がいっぱいあるみたい。前情報だと、その質問次第で組が決まる感じっぽいので、めちゃめちゃワクワクしてる。早く行きたいな、ホグワーツ。君がスコットランドに行く前に会えてよかった。そうだな。ところで、この若者は誰だい？新入生だよ。新入生？はい、5年生から途中入学です。驚いたな。いかにも、こんなに遅れてホグワーツに入るなど聞いたことがない。私もだよ。無論、他の5年生はすでに4年間魔法を学んでいる。校長から新入生がついていけるよう入学前に個別指導を頼まれてな。君は最高の指導者に出会えたな。フィグ先生は優れた教師であるだけでなく、直感に恵まれた類まれなる魔法使いなんだ。彼はお世辞が上手でね、魔法省で出世できたのはそのおかげかもしれないな。こいつを読んだか？ああ、彼の脅威をどう見るかは意見の分かれるところ。ショーの仲間はなかなか信じてくれないが、私は奴を大いなる脅威だと思っている。それに、君の奥さんなんだ。この件を私に警告してきたのはな。ミリアムが？どうやって？はあ、亡くなる前に手紙をくれてね。魔法省がランロクをマークしているか気にしていた。返事を書く前にこれが届いた。
連絡はそれが最後だよ、エリエザー。届いた時には手紙の類はなかった。察するに急いで送ったんだろうな、守るために。ランロクの手からな、開けられないんだ。どうやら強い魔法がかかっているらしい。ゴブリンの金属か、このシンボル。この光は。光など見えんわ。私もだ。なんだって、どうやって。待て、何。やばいね、急になんかめちゃめちゃいかついドラゴンに襲われたけど、一瞬この骨ドラゴンの骨かと思ったけど違ったね。大丈夫かね。苦痛の悲鳴って怪我か。大丈夫か俺。ちょっとだけ。これをウィゲンウェルド薬だ。多少の怪我ならすぐ。ウィゲンウェルド薬。さあそれでは皆さんご一緒に。はい、ウィゲンウェルド薬、言いにくいね。回復しましょう。大丈夫か、なんか見るからに毒みたいな色してるけど、すごい HP 回復するじゃん。すごい元気になるじゃん。ジョージが、まさかあんな。ジョージ死んだ。どういうことなんだ、飛んでいる馬車を襲うだなんて。普通のドラゴンならそんな。先生、先生、ここは。アークスティックであたり見渡す。君が見つけたのはポートキーらしい。ポートキー。ポートキーね。触ると他の場所に瞬間移動する道具だ。あは。動けそうです。少し見て回りませんか。そうだな。だが離れるな。誰が作ったポートキーかわからん。注意を。はい。え、ジョージ死んだのかな、やばくない。開始5分とかの命だったの、ジョージ。なんか主人公にしかさ、まあ主人公俺なんだけど、俺にしか見えてない光があったよね。すごいな。一体ここはどこなんでしょうね。馬車で移動したよ。海がすげえ、めちゃめちゃ綺麗。どこかな。先生、あの遺跡もしかしてポートキーの目的地か。行こう。こんなことになるとは夢にも思わなかったよ。だがポートキーを送ったのには理由があるはずだ。ミリアムもジョージもこの鍵に隠された秘密のために命を落とすことになったのだ。君にまだ元気があってわがままを許してもらえる。少し調べさせてくれ。もちろんです。よかった。なんでこいつらこんな会話食い気味なんだよ。道の名残を。なんで相手が話し終わる前に返事しちゃうの。君になんか許してくれるなら手伝ってくれ、もちろんですっていうね。せっかちだからみんなフィグ先生についていく。ついていこう。奥さんは一体どこでポートキーを手に入れたんでしょうか。ジャンプで登る。ミリアムは長年足速くない。おじいちゃん足速くない。古代魔術。ごく一部で使われていた強力な魔法だ。時の彼方に忘れられたはずの、ファンタジーっぽくなってきたね。時の彼方に忘れられた古代魔術。城自体が古代魔術の砦となる。あ、そうなんだ。あの大丈夫これ落ちない。ちょっと落ちてみるこれ。あ、落ちれないや。古代魔術と関係があると考えてよかろう。らしいよ。下に道があるな。こっちだ。ひぃ、壺、壺。
すまん、ツボ。え、どこ、ちょ、おじいちゃんなんかすげえタフネスなんだけど。ですが、なぜ奥さんは失われた古代魔術に興味を。本当だよ。妻は強力な古代魔術が消えた理由を知りたがっていたのだよ。皆の役に立つはずだとな。皆の役に立つはず。他の力と変わらん。本当に大切なのは誰が用いるかだよ。誰が用いるかってやつはダンブルドア先生も言ってたよね。氷ですか。氷ですか。おそらく何かの魔法だろう。ふー、この先に行かせないためか。杖の練習の成果を見せてもらおう。変わったデザイン。中心に集中したまえ。はい、RT で基礎呪文を唱える。お、ヒビ入った。ヒビ入ってるよこれ。お、間違えた。カメラを向けた方に打つのか。ははーん。え、強くない主人公。おお、大丈夫か俺。巻き込まれてなかった今。カメラを使用して対象を選択。なるほどね、カメラで選ぶんだね。おお、びっくりした、びっくりした。この白く光ってるあの壺があれか、対象かっぽいね。カメラを向けるとものによっては白く光って、え、かっこよすぎ今の魔法の打ち方。そうでしょうか。え、待って、無限に打てるんだけど、やばくない？武闘派すぎん？無限に打てるのやばくない？ほほう。え、行き止まりかな。あ、登んのかな。あそこか。あ、っぽいね、登るっぽいね。ちょ、魔法使ったらこれ大丈夫。そんななんかねえ、そんななんか、え、待って、パワフルに行っていいものとか思ってうろうろしてたら箱手に入れた。28円拾った。28円か。何か。本当ですか。あ、本当ですね。わーお、すごいな。え、やばい、髪の演出すげえ。髪の毛の演出がすごい。うわ、すごすぎる。やばくない？レパーローって言っただけでなんかこんな数百トンもありそうな岩の塊が何、海の中から出てきたの今。フィグ先生やばいね。もう少しだぞ。はい、ちょっとなんかその走り続けられる体力に乾杯。ちょっと待って、あとやばい、ちょっと待って、魔法さ無限に打てんのかさ、 おもろいんやけど。これも魔法ってこんな自由に打てるもん。守るためだろう。ポートキーを使ってまで隠す秘密。ポートキーを使ってまで隠す秘密。怪しいものはないか調べてみよう。はい、調べてみます。いやすごい綺麗だね。ミニマップにはあなたを中心に周囲の状況を表示。左下のやつだね。 OK です。あ、壁画？タロット占いみたいな感じだね。あっちは星見てる。調べる。先生、何かの壁画みたいです。うん、主は名のある占い師か。へえ、占い師の何、お城とかだったのかなここは。とりあえずあの、え、待って、なんか輝いてるかと思ったら日の光だった。待って、日の光というか影の演出やばいな。あ、銅像があるよ。さっきの占い師じゃないこれ。先生、この像。ああ、ここで暮らしていたのだろう。え、待って、この占い師がここで暮らしてると占い師の像がここにあるの。ちょっと俺お金持ちじゃないからわかんないんだけど、お金持ちは自分の家に自分の像を置くのが鉄板なの。
また例の魔法の結晶か。一体何を塞いでるんだ。これはフィグ先生。綺麗。え、向こうに部屋がある。フィグ先生、あ、走ってきた。どうも、こんにちはっす。お互い白髪だから老人二人にしか見えない。なぜこんなところに魔法の石を出現させたのだ。いや、本当だよ。奥に部屋があるのも変ですね。部屋だと私には見え。またあの光、ポートキーの箱と同じ。ポートキーの箱と同じ。調べてみよう。これは一体何だ。ああ、なんと。ここは信じられん。え、骨？鍾乳洞？大理石、シャンデリア、ゴブリンを起こすって書いてる。下も大理石かな。すごいね。グリンゴッツみたい。どうも、こんにちは。あ、なんかすごく気持ちよさそうに寝てらっしゃる。夢じゃないよな。ああ、少々お待ちを。ようこそ、グリンゴッツ魔法銀行へ。12番の金庫で合ってますかな。いかに。鍵はお持ちで。鍵？ポートキーでは。ああ、持っていると。ではこちらへ。離れるなよ。かっこいい、フィグ先生。離れるなよ。頼りになる。やっぱグリンゴッツなんだね。お先にどうぞ。あ、どうもありがとうございます。あ、私から行くんですか。フィグ先生、なんかさっき離れるなよみたいなすげえ頼りになることしたのに私から行くんですね。まあまあ、そうっすよね。はい、両手をトロッコから出さないように。あ、はい、気をつけます。ちょっと急にフィグ先生の今あの尊敬の眼差しが消えた。お前先行けよみたいな。ここにはいくつの金庫があるんです。何百と。すげえ。12番金庫はかなり奥の方でしてな。ここは賢者の石であったよね、これね。手間ほど新しいものです。グリンゴッツでは専用の入り口が普通なのか。いいえ、違います。大きな富か力、あるいはその両方を持った方だけの特例です。息を吸ってください。はい、みんな息吸っていくよ。せーの。もしかして盗人落としの滝をご存知でしたか。ここからは仮想の金庫となります。どこまで降りるんですか。すごい。12番金庫は400年以上前にグリーンネッツが設立された頃から使われております。とうとう最も奥にある。めちゃめちゃ潜ってくよ。ですので少々距離があります。もう登ったり降りたりよく分かんなくなってきたね、これは。なんかすごい強そうな人いる。何番だ。12番だ。とうとうこの日が来た。行っていいぞ。過去一イケボなゴブリンだったわ。
なんだろう、すげえ怪訝そうな顔してるけど俺が。先生、さっきのゴブリン腕輪が光ってました。あのポートキーの箱のようにか。もっと暗い、ドラゴンの首輪と同じでした。どうされました？さっきのゴブリンが怖かったんだ。彼は一番古い区画の見張りでしてね、めったに人が来ないのです。へえ、すごいね、マジでよくできてる。ハリポッターファンの方ならわかると思うんですけど、このグリンゴッツのグリンゴッツ感が当たり前なんだけど本当にすごい、めちゃめちゃよく再現されてる。このレールの感じとか洞窟の感じとか。あの受付には数百年間ゴブリンが座っていましたが、魔法使えるんかーい。誰も12番金庫を訪れていません。え、今日が初めてです。今日が初めてです。え、なんかあるよ、宝箱あるよ。あ、ムービー入っちゃった。宝箱はお預けだった。こちらです。案内ありがとう。お、待って、フィグ先生についていく前にさ、宝箱開けよう。あ、54円も手に入れた。激アツすぎる。ははーん、もうないかな。もうなさそうだね。行こうか。あ、どうもこんにちは。こんにちは。なんかうつろな顔してるけど、お疲れですか？わかります、仕事って疲れますよね。僕も今仕事終わりなんです。ここでどうすればいいんでしょう。わからん。君、すまないが、12番金庫には鍵を持つ方を中にご案内したら扉を閉めろとの指示がありますので。待て、先生、ずいぶんなもてなしじゃないか。大丈夫かこれ、なんか光ってるけど目の前。ここにはきっと何かがある。レベリオの出番か。レベリオ？レベリオ？出現呪文だ。こういう時に使える。鬼が出るか蛇が出るか、杖を構えて集中したまえ。はい、呪文を習得するには、レフトスティックで杖をしっかり持って、はいはい、呪文の軌跡をなぞりましょう。入力が表示されたら対応する操作をすれば、軌跡をなぞる杖の動きを加速できる。行きましょう。なんかね、この今このレベリオの R の青いこの花びらの一枚みたいなやつ、これがレフトスティックの向いてる方向だね。では行きます。 A ボタン、これで加速？あ、加速した。なんかやばい、赤いの持ってきてる。待って、早く行こう。 OK、 無事に覚えたってことかな。あ、横でレベリオを唱える。レベリオ、なんかあるよ。あ、何か見えました。それは使ってなくても見えたよ。それは使ってなくても見えたよ。もう一回レベリオ唱える。レベリオ、えい。扉だ。おお、一歩前進だな。また紋章か。もしかしてまた何か。はい先生、紋章にポートキーの箱と同じ光が見えます。君に手がかりが見えるのだとしたら、この金庫に隠された秘密を解き明かせるかもしれんな。先行してくれ。先行してくれ。待ってください先生、扉を開けるのはやぶさかではないですが、先行をするのはあなたでは。ルーモス。おほい、普通の金庫ではない。なんだこのやばそうなとこ。正解を見つけないと出られない仕組みだ。やだ。正解ってどういうことです？僕らは試されてるってことですか？おそらく目的は分からんがな。そばにいなさい、はい、まずい事態が起きてもグリンゴッツでは姿くらましが使えん。ぴったりくっついてきます先生。普通にちょっと不気味、普通にちょっと不気味だけど、二人とも髪の毛真っ白だからちょっとね、あの反射するねものが多くていいね。え、先生、先に何かあります。なんだあの光です。今度は床に。
なんか嫌な音聞こえる。調べてみる？行くよ、調べるよ。なんかふよふよ浮いてるけど。何があった？光の方に進んだら、地面がいきなりうねうねと動き出してきて。怪我はないかね？はい、平気です。レフェリー追ってみる？君のおかげで床に変化が起きたぞ。感謝してくれ。像がある。像だと？床に映り込んだ景色に像のようなものが見えるんです。なんで俺だけ見えるんだろうね。レベリオ唱えてないと何にもない設定なのかな。行くよ。レベリオ、床に映っている像というのはこれのことだったか？そうです、床にもまだ見えます。でも像の向きが合ってません。あ、動いたら反射が光の方に向かって動きました。ほほう、うん、ルーモスを唱えてみなさい。はい、行きます。どうでしょう、これで。ルーモスを覚えました。杖明かりの呪文ルーモスを覚えました。この呪文は自動で呪文セットに割り当てられています。はい、 Y をタップし、ルーモスの呪文で点灯を消灯しましょう。 OK、 承知の助。ルーモス、いいぞ。今度はこっちの方を向いたな。はは、こういうことか。で、この中と現実を合わせると、立った。クララが立った。おー、やめてくれお前。大丈夫かこれ。とても大丈夫じゃなさそうでは。危ない、プロテンゴ。危ねえ、危なすぎる。フィブ先生強くない？俺は何をしたら？敵の攻撃にプロテゴをかける。了解です。はい、はい、待って、プロテゴかけれてない気がする。うまく襲っておいで。ああ、これ死ぬだろう。なんかあれだね、このオレンジ色の何かが出た瞬間に押すとプロテゴれる。え、強くない？プロテゴ強すぎん？無敵なんだけど。今ルーモスなんですか？じゃあ私もルーモスしてきます、先生。はい、走っときます先生。何？先生、あっちに光ってってるよ。先生、どこですか？やべ、うろうろしてたらはぐれた。どこに向かえばいいんだろう。完全にうろうろしてたらはぐれたけど、なんかなんだろう。あれ光ってっから光ってる方に行ってみようぜ。案内しようとしてあそこに行けと言ってる。そうだね。さあ、ってことでですね、調べるでうにょうにょ出てるんですけど、今日はここまで。今回はまあなんか基礎呪文使えるようになって、なんかよくわからん謎を解くやつを使えるようになって、光を灯せるようになって身を守れるようになりましたね。まあちょっとね、次で多分なんか筋肉強化を使って殴るみたいな技を覚えられるといいなと思いつつ、次も楽しみにしていきたいと思います。いやマジでね、やってるうちに実況してるの忘れちゃうぐらいね、のめり込んでる。めちゃめちゃ面白いです。ぜひ興味ある方ね、次の動画も見ていただけたら幸いです。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになってます。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。